コリン・パウェル、コリン・ルーサー・パウェル、コリン・ルー・テル・パウェル、1937年4月5日隊は、アメリカ合衆国の政治家、軍人、大役陸軍大将、ニューヨーク市サウス、ブロンクス地区出身、在米ジャマイカ人2世、学位は経営学習士、ジョージ・ワシントン大学。軍人としての最終階級は、陸軍大将、政治家としての最高位は、 ブッシュ政権第一期目の国務長官。軍人としての栄誉にはディフェンス、ディスティングシュドサービスメダル、陸軍最高主勲賞、国防賞、第一等主勲賞、政道賞、多数の名誉負傷賞、軍人主勲賞、有毛戦士賞、国防長官賞などがある。文民としての栄誉には2度の大統領自由勲賞、大統領国民栄誉賞、連邦議会栄誉賞、 国務長官栄誉賞などがある。また、イギリス女王から、バスクン賞ナイトコマンダー、KCB に助されている。ニューヨーク州ニューヨーク市ハーレムにて、ジャマイカ系移民の息子として生まれた。サウスブロンクス地区にて育ち、ニューヨーク市立大学シティカレッジで地学を専攻する、傍ら、予備役商工訓練課程、ROTC を受講した。1958年に、 ニューヨーク市立大学シティカレッジを卒業すると、少尉としてアメリカ陸軍に任官している。ドイツや大韓民国での勤務を含め、ベトナム戦争に2度従軍し、2度負傷した。ベトナムでの従軍は、1962から63、1968から69。1971年には、ジョージ・ワシントン大学大学院、経営学習士課程を修了している。 ニクソン政権時代にはホワイトハウスフェローに選ばれた。レーガン政権では国家安全保障担当大統領補佐官1987年から1989年を務めた。ジョージ・ H.W. ブッシュ政権下の1989年にアフリカ系アメリカ人初のアメリカ軍制服組トップである統合参謀本部議長。 1989年から1993年に就任し、パナマ侵攻や湾岸戦争の指揮を取った。バラク・オバマが大統領になった時は、アフリカ系アメリカ人の歴史を考えれば、非常に感動したと涙を目に浮かべた。1993年に退役後、自伝、マイ・アメリカン・ジャーニーを出版した。百九十六年の大統領選挙に向けての、 世論調査では、幅広い層からの圧倒的な支持を示したが、黒人が大統領になったら暗殺されるとする妻の反対もあり出馬しなかった。2000年の大統領選挙では、ジョージ・ワーカー・ブッシュ陣営の外交問題アドバイザーを務めた。ブッシュの当選後、アフリカ系アメリカ人初の国務長官に任命された上院では、全会一致で承認。同政権では、 息子のマイク・パウエルが1997年11月から2005年1月までのアイダ連邦通信委員会 FCC 委員長を務めた。国務副長官に任命されたレーガン政権からの名友、リチャード・アーミテイと共にブッシュ政権での恩恵派を形成していた。2004年11月に国務長官辞任の意思を表明し2005年に職を辞した。中道派で 大国連協調路線であったため、有志連合志向の右派が主導する、政権内での孤立が原因と考えられている。国務長官在任時、国際連合安全保障理事会で、イラクが大量破壊兵器を開発している証拠を列挙した。しかし CBS の60ミナッツなどによると、イラクからドイツに出国した男性エージェント、コードネーム、が、永住権を得るために、 ドイツの情報機関に話した虚偽の話、例、生物兵器製造中に、事故で12名が死亡したオシアあいが事実と、誤認したものだった。長官退任後にパウエルは、この発言を間違いだったと認め、共和党員だが、リベラルや中道にも理解を示すことがある。人工妊娠中絶や、積極的差別税制措置を容認、合理的範囲の重規制にも賛成している。著書、 前、アメリカンジャーニー A case of the スによると、ベトナム戦争の経験から、軍隊の抑制的使用という意見を持つようになった。ただし、軍事力の行使は、やるからには、国際的協調を得た上で、圧倒的な規模で行うべきという意見である。2004年、イギリスのジャック・ストロー外相との電話会談で、ネオコンのことを、狂った、連中、フキング・クレイジズと述べた。 2004年の共和党大会を欠席するなど、共和党内で対等するネオコンと距離を置いていると、される。そのため反対派からは、ロックフェラー・リパブリカンというレッテルを貼られることがある。2008年アメリカ大統領選挙では、当初は生還していたが、一般投票2週間前の10月19日に、NBC のミートザプレスに出演し、民主党候補、 バラク・オバマへの支持を表明した。声明では、共和党候補のジョン・マケインへの不支持は容易な決断ではなかったとし、マケイン陣営のネガティブキャンペーンが行き過ぎであり、金融危機への対処能力においてオバマが負けを上回ると述べた。またマケインが経験の浅いサラッペーリンを副大統領候補に据えたことを無責任であるとした。また、オバマがムスリム、イスラム教徒の家系であり、 オバマ自身もそうだと強調したことについては、共和党の中には、オバマ議員がムスリムではないかと問う者がいる。正しい答えはノーであり、彼はずっとキリスト教徒である。だが、もっと正しい答えは、もし彼がそう、ムスリムだったとして、それが何だというのかというものだ。この国ではムスリムであることがいけないのかもちろんノーだ。米国では、そんなことは問題ではない。 7歳のムスリムの米国人たる子供が将来大統領になろうと思ったとして一体どこに問題があるのかといった一連のパウエル発言に共和党内の右派は反発を示しパウエルを裏切り者と一斉に批判ティック・チェーニー元副大統領は NBC テレビの番組収録でパウエルに離党を迫ったが本人は 同テレビの番組で一連の発言を撤回せず、逆に、チェーニーを批判した。2012年アメリカが衆国大統領選挙では、10月25日、CBS テレビのインタビューで、再選を目指すオバマの支持を表明した。政界引退後はの社外取締役を務めている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。